では始めます。まずですね、このように、たくさん書いてあるんですけども、部分的に見ていきますね。はい、まず、この形を最初に覚えてもらいたいと思います。 make a b というふうに使います。 make a b で、 a のところにはこうほにゃららっていうふうに書いてあって、で b のところにはこう横線が書いてあるんですけども、それぞれ入る単語が、 a のところには目的語、 b のところには保護と呼ばれるものが入ります。これは今からだんだんこう説明していきますので、徐々に分かればいいと思います。はい、訳し方が a を b の状態にする。この状態っていうのは別になくてもいいんですけど、 a を b にするでもいいです。 make a b で a を b にする。はい、でこれ目的語と保護がイコールでこう結べるんですね。目的語イコール保護の関係が成り立つ。このような形を第五文型っていうふうに言います。で、第五文型っていうのは初めてなのかっていうと、実はもう習っていて、例えばここの説明に書いてあるんですけど、 call AB A を B と呼ぶとか、name AB A を B と名付ける、これはどちらもダントツ英文法のレッスン47で習っています。これも第五文型なんですね。例えば call him Ken だったらば、彼を Ken と呼ぶ、これ第五文型ですね。 Ken、彼イコール Ken、 Ken っていうのは彼ということですね。あとは name AB ですね。例えば、this dog ポチだとしますよね。name this dog ポチ、この犬はポチ、ポチはこの犬、 A と B が成り立つ。このようなものが第五文型ですね。で、習ってるんですけども、今回は特にメイクを使っている文がとても大事なんですね。よく出るんです。なので、このようにメイクだけでまず説明していきたいと思います。はい、では実際の例文ですね、見ていきましょう。はい、ぜひ後に続けて読んでみてくださいね。はい、この文です。The letter makes me happy. The letter makes me happy. その手紙は私を幸せにしますという意味です。Make a b 私を幸せにするですね。私を幸せな状態にする。その手紙は私を幸せにしますという意味になっています。で、この the letter っていうのが三人称単数なので、その後ろのこの make の後ろ s、 三単元の s 忘れないようにしましょう。はい、では次いきます。過去には the news made them sad、 the news made them sad、 その知らせは彼らを悲しい状態にした、つまり悲しませたですね。その知らせは彼らを悲しませましたというふうに訳します。 make a b ですね。彼らをサッと悲しい状態にした。で、これニュースっていうふうに発音しますね。ニュースではなくてニュースです。知らせとか、あとニュースでもいいんですけども、は彼らを悲しませた。今度は過去形なので3単元の s はもちろん必要ありません。はい、では次いきます。過去3番、 This book will make him famous. This book will make him famous. Make AB 彼を famous 有名な状態にする。この本は彼を有名な状態にするでしょう。つまりこの本が彼を有名にするでしょうという意味ですね。はい、今度は未来形になっています。はい、次いきます。過去4番、 Her job always makes her tired. Her job always makes her tired. Always はいつもですよね。 Makes her tired 彼女を疲れる状態にする、つまり彼女を疲れさせるですね。
彼女の仕事はいつも彼女を疲れさせますというふうに訳しています。彼女を疲れる、疲れているのは彼女ということですね。はい、でこの always のようなものを頻度を表す副詞っていうふうに言いますよね。 always、 いつも、 usually、 大抵とか普通、 often、 よくとかしばしば、 sometimes、 時々、 never、 一度も何々ない、決して何々ない。で、これらの単語はプリント教材の頻度を表す副詞というもので説明しています。ぜひそちらの方の動画も見てください。で、ここはポイントだけ書いてあるんですけど、 be 動詞、助動詞の後ろに使うと、一般動詞の時には一般動詞の前に使うと。今回のこの always は一般動詞の前に使っていますね。で、これここに入ってるとたまにここの s 忘れてしまう人がいるんですね。なんとなくこう s がついてるから、こちら忘れてしまうんでしょうけども、 her job っていうのが三人称単数ですよね。なのでこちらの三単元の s 忘れずにつけてください。この always みたいな単語は言ってしまえばおまけの単語なので、手で隠してないものとして考えて、s つけるかどうかっていうのを必ずその都度確認してください。はい、では次行きます。括弧5番ですね。 What made you so angry? What made you so angry? で、これそのままだと何があなたをそんなに怒らせたのという意味になります。何があなたをそんなに怒らせたのですか。で、そういうふうに訳してもいいんですけど、この場合は普通はこのように訳します。なぜあなたはそんなに怒っていたの。なぜっていうふうにもうやってしまいますね。何がではなくて、なぜ、なぜあなたはそんなに怒っていたの。で、これを why で書き換えると why were you so angry? why were you so angry? なぜあなたはそんなに怒っていたんですかという文と書き換えができます。で、そうっていうのはとてもって意味ですね。ベリーと同じです。ここベリーにしても大丈夫です。はい、で、この文はあまり中学生の範囲では出てこないような内容なんですね。で、このようなものを無生物主語というふうに言います。この何がっていうのが主語ですよね。で、これがした動詞ですよね。何がしたの？これは生き物じゃないですよね。なので、このようなものを無生物主語と言います。無生物の無はないっていう字ですね。生物っていうのは生き物っていうあの生物ですね。無生物主語ですね。まあ、そのような言葉もいずれ必要なので今のうちに覚えてもいいと思います。はい、でちなみに、こちらもそうですね。括弧4番のこれも無生物主語ですし、これもそうですね。 This book も生き物ではないので無生物主語、これもそうですね。無生物主語、はい、これもそうですね。はい、というふうにいっぱいあります。ということで、括弧5番まで終わりました。はい、で、あとは、その他の第5文型を作る動詞っていうのを説明していきたいと思います。上の2つに関してはもうレッスン47で説明しているので、そちらの方を見てください。はい、ではここではこちらからいきますね。Keep A, B です。Keep A, B。A を B にしておく。A を B にしておく。例えば、例文。You should keep your room clean. You should keep your room clean. あなたは部屋をきれいにしておくべきです。あなたの部屋をクリーンにしておく。keep って日本語でも言いますよね。何々にしておく、keep しておくってことですね。あなたの部屋をきれいにしておくべきです。はい、その下の文ですね。こちら。keep the door open. keep the door open.ドアをオープン、開いている状態にしておいてという意味ですね。ドアを開いている状態にしておいて。この keep っていうのは動詞の原型で始まっているので命令文になってますよね。しておきなさいということです。で、このオープンって開くっていう意味の動詞かなっていうふうに思うかもしれないんですけど、これは形容詞なんですね。開いているという形容詞、
状態を表すものです。ドアをオープンの状態にしておいてということですね。はい、では次いきます。はい、次は Find AB というものがあります。 A が B だと分かるとか A が B だと気づくという意味です。ファインドっていうふうに言うと見つけるっていう意味を知っていると思うんですけども、今回のは分かるとか気づくっていうふうに訳します。はい、こちらの文ですね。 I found the book easy. I found the book easy. 私はその本が優しいと分かりました。これ優しいっていうのは簡単っていうふうに訳してもいいですね。その本が簡単だと分かりました。その本が簡単、簡単なのはその本ですね、イコールで結べるということです。第五文型という形ですよね。はい、一番下いきます。 Leave ですね。 Leave AB、 Leave AB、 A を B のままにしておく。 Leave っていろんな意味ありますよね。離れるとか出発するとか去るとかで、今回の意味は何のままにしておく、そのままにしておくっていう意味の Leave です。例えばこれは会話でよく使うんですけど、 Leave me alone、 Leave me alone、 私を一人にしておいてとか放っておいてっていう時に使う表現です。私を一人の状態のままにしておいてっていうことですね。はい、一番下ですね。 Don't leave the door open、 Don't leave the door open、 そのドアをオープンな状態のままにしておくなということです。そのドアを開けたままにするな。で、この Leave 見てもらうと、さっきの The Door Open って何か見たような感じですよね。これは先ほどのここで説明しました。Keep the Door Open。この Keep と今の Leave は同じような使い方ですね。はい、何々を何とかの状態にしておくということです。はい、今回の内容が以上になります。で、もう一度簡単に復習すると、 Make A B の形ですね。 A を B の状態にするとか、 A を B の B にするですね、 A を B にするのように訳します。で、 A の部分は目的語、 B の部分は保護というふうに言います。で、この保護っていう言葉なんですけど、補う語って書いてあるんですけど、これ何かと必ずイコールになるんですね。保護っていうのが入ってる時には必ず何かとイコールになると。で、今回のこの第五文型に関しては目的語とイコールになるということになります。で、細かいことは高校生になってから五文型ですねというところで、必ず最初に入学してすぐに習うと思いますので、その時にまた、覚えてください。はい、あとはこの例文はもう説明したので、あとKeepの使い方、Keep AB、あとは Find AB、あと Leave AB ですね。どれも第五文型という形で使うものです。ぜひ覚えてください。はい、では今回の内容は以上になります。で、最終確認としてこの英作文ですね、ぜひ挑戦してもらいたいと思います。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。